はい、それでは今日は姿勢ですね。はい、それではまず誠っていう字はだいたい左右対称に書きますのでね、そこを気をつけていただければ、ここね、二画で書きますね。そして意外とこの三角のね、このバランスが難しいですから、左右対称なりしっかりと縦を打ち付けて、最後の横隔は少し反るといいでしょうね、はい、そして誠がね、ちょっとね、画数多いので横に広がりやすいですね。ギュッと上げて横を軽くねぐっと上がってください。ギュッと上げて、そしてなりっていう字ね、こう書き順大丈夫ですね、こっちから入れてくださいよ、うん、そして一番難しいのがここですね、この下方ね、はい、しっかり止まって見定めてから慌てずにぐーっと反ってください。はい、ゆっくり止まって真上上げましょう。はい、できました。そうですね、これがね、この下方がね、カーブが反りすぎてもいけないですし、まっすぐすぎてもいけないですね。ここの角に一旦吸い寄せられるようにいってからグッと開いてくる、こんな感じですね。このカーブが綺麗にいくといいと思います。そして誠が広がりすぎないようにね。はい。